ーマン、チャンネル管理人です。先ほど、コンビニに寄った時に、オーディオテクニカの AT9901 の、マイクのスポンジが取れてしまいまして、探したのでもなかったので、ちょいと凹んでおりますが、モトブログをこうしていきたいと思います。今日は都内に向かっておりまして、今日のお話は先日購入しましたコミネの JK579 新しいジャケットのレビューをしたいと思います。こちらですね。で、今日はすでに朝からバイクに乗っております。比較対象は今まで着ていた JK551 になります。まず防寒ですが、全然問題ありません。暖かく乗っております。 JK551 との比較としましては、首元がかなり襟が高いですね。なので首元の防寒は JK579 の方がいいと思います。番組の途中ですが、帰ってきてから気づいた点が2点ありましたのでお伝えします。まずコミネの JK579 ファスナー部分ですが、このように2つありますね。下からも開けられるためにあるんでしょうか。これが2つあることで、ファスナーを閉めるときにしっかりと奥までこうしないと、ここの部分がずれてしまうということがあります。私も2回ほど、1つの時に慣れていたので少し互い違いになって苦労してしまったことがありました。ですので止める時にしっかりと2個目まで、根元まで入るようにしないといけませんね。これがまず第1点です。2点目は袖口がちょっと気になりました。私はコミネの GK782 ウィンターグローブを使っていますが、これをはめるときに少し気になる点がありました。まず左手をはめるときは、このようにすぐにはめられます。しかしもう片方をはめるときに、見にくいかもしれませんけども、
グローブ、ウィンターグローブですから長めですよね。これがにくいという感じはします。っていうのはこの袖口のところが結構しっかりとしていますので、もっと厚手のウィンターグローブをつけられる方はもう少しこれを中に入れるときに苦労するかもしれません。袖口がしっかりしているので防寒的にはいいですね。このベルクロもあまり締めなくても風は入ってきません。まあ、ここに入れるときに少しグローブをつけたままだと苦労するかなという感じがしました。それでは続きをご覧ください。レパーカージャケットなのでフードのバタつきがどうなのかっていうところが気になるかもしれませんけども、私が乗っているフォルツァ ZMF10、 これで1時間ちょっと乗っておりましたが、フードのバタつきというのはほとんど感じません。まあ、高速は走っていないので、高速走行の時のことは、分かりませんけども、全然、気になりませんね。私は170センチ60キロくらいで、小峰の JK579 は XL を購入しましたけども、大きさはちょうどいい感じで、プロテクターがずれたりすることもありません。やっぱりプロテクターをつけて運転していると安心感がありますね。小峰の JK579 おすすめ商品だと思います。それではまた。